こんにちは、青木宗隆です。今日ここで、ここが、雨に揺れる女の、主人公ケンジの家の、リハーサルやってます。今日、大野さん、そして、岡山くんと一緒に初めて実際に立って合わせてやったりとかしましたけども、とても、まあ、難しいといえば難しいんですけども、半野監督がこういうイメージっていうのですごいあるので、それをちょっとずつちょっとずつこう具現化していく楽しみもありますね。いやでもやっぱり難しいです、ケンジっていうキャラクターだったり。でも何でしょうね、すごいこう出来上がることができたら、まあもちろん出来上がるように頑張るんですけども、その時に出来上がったものは絶対素晴らしいと確信しております。初日でありながらなんですけども、ぜひそれをしっかりとした形でお届けしたいと思いますので、クラウドファンディングのぜひよろしくお願いします。4月30日までですね、はい、こちらもしっかり、頑張ってやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。